ました。いや、始まりました、蓮の池コンサート。今年で7回目、まあ、もう7回目というか、まだ7回目というかなんですけども、本当にいつもいつもたくさんの人が集まって、本当にすごいなと、ありがたいなと思いながらいつもさせていただいてます。で、いつもやっぱり年に1回こうやって蓮の池コンサートに今のところはですけどもね、帰らせていただくと、やっぱりどうしてもこうやっぱり1年のことがこう頭に思い浮かぶというかですね、なんかいつもこう年末にそういうことになるのが普通なんかもわかんないですけども、僕の場合はなんかもう蓮の池コンサートに来るとそこまでの1年を振り返るみたいな、そんな位置づけです。皆さんもぜひこのね、もうちょうどええ感じでお日さんも陰ってきて、もうこれぞ夕涼みと、ザ夕涼みという感じになっておりますので、最後までお楽しみいただければと思います。メンバー紹介しようと思います。ピアノやってくれちゃってます、やっこです。お京さんがですね、先ほど挨拶してあったんですけどね、どうしてもアーティストね集めるもんやから、めっちゃ男子率が高いんですけどアーティストいつもね、の中で、いつもね好一点というかね、もう話を振るなとそれを振るなと、いつも毎年浴衣で来てくれておりますやっこでございます。そしてギターのヒロベーでございます。ここで実は重大発表、ギターヒロベー本日が誕生日でございます。イエー、偶然ですよ、偶然ですよ。蓮の池コンサートのこの場所で誕生日を迎えるっていうのは、これどういう気分ですかこれ。あ、こういう気分、ごめんなさいみたいな気分ですか。ありがたい、ありがたい、ありがたい、ほんまにね。実年齢申し上げていいんですか。わかりました、わかりました。詳しくはウェブでお願いします。はい、ひちひち僕ら神戸東町町合楽団は、神戸市は元町を拠点に活動しています。なんでこんな歌が生まれたりもするっていうような歌が次の歌です。聴いてください。絶望なんかしたくない。わけもなくなんてこともなく、今は何も誰とも話もしとない、やさぐれだとかペシミズムなんて、要はかっこつけて落ちてるだけ、それだけだけ。絶望なしたくない、キリキリでキープしてる痩せ我慢の果てで、絶望なんかしたくない、あんな風にはもう何かに取り付かれてた、それを望む。
北に抜ける降り出した雨くぐり抜けて馬券を買うおじいちゃんの群れに紛れてく
査さずに夕立の次の曲で、僕らの番は終わりにいたしまして、そして次の素演寺さんにバトンを渡していきたいと思いますが、その前にちょいと、助っ人をお呼びしたいと思います。森川陽介さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あと南へそこでほんまに、お京さんのねえねえ弟の方でねコンビを組まれてる、パーカッションの森川陽介さんに手伝っていただいて、次の曲でまあみんなちょっとにぎにぎやかやかと、楽しんでいきたいと思います。で、次の曲はですね、ちょっと皆さんにも、なんかこういうのねちょっと申し訳ないですけど、手伝っていただかないといけないところがあります。ちょっとその辺の触りだけ練習させていただいてもよろしいですか大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう感じのリズムなんですけど、パンブンパンとかこういう感じなんですけど、君の行く道のことは心配しなくていいよっていう、すみません、すかして英語で言うんですけど、 Don't you worry about it, your way って言うんですけど、 Your way って、で僕がYo wait って言ったら、Yo wait って返してほしいだけなんですけど、その辺の下りをやってみたいと思います。Don't you worry about your wayちょっと手伝ってもろてよいす？いす？大丈夫す？拍手でなんとか。ありがとうございます。ありがとうございます。から、その調子で東町は次の曲で終わりとしたいと思います。それでは、皆さん本当に、ありがとうございました。ここから先もね、楽しんでくださいね。では次の曲は東町、君の進む方へ、いきます。こって拍子するとこ。ありがとうございます。ありがとうございます。知らんけど、あがいてもどないにもならんなら、ベチュベラリスはいくら聞こえてももっと軽く流しておけばそれでええんやと、波もほどは
やくちゃな一日も後になりゃそれなりに意味がある。中華抱え込むな俺に話してみんな、ちょいとそこらの元町高架通り商店街のイメージソングに選ばれたそうです。近くですのでね、ぜひお買い物に行った際には